はい、皆さんこんにちは、レイです。おはようございます。3月24日土曜日、ただいま朝5時半頃でございます。常磐道を北上して爆走中でございます。本日スペシャルゲストをお招きしておりますので、早速紹介したいと思います。こちら今日のですね、僕に遊びに付き合ってもらえるですね、島川くんでございます。おはようございます。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。今ですね、ツインリンクモテギに向かっております。今日はこの島川くんがですね、モテギロードレース選手権、通称モテローの JSB に出るということでですね、僕はその冷やかしと、ほんのりお手伝いということで一緒に来ております。いい感じにですね、日が昇ってきて、さっきまで真っ暗だったんですけど、綺麗な空模様なんですけど、ちょっと空模様を見てみましょうか。綺麗とは言いながらもですね、こんな感じのちょっとややどんより気味なんですよ。島川くん、こういう微妙な天気っていう時はどういう気分なんすか？俺ならバイク乗らないんだけど。天気は気にしない。気にしない。雨は雨で走れます。まあ、雨降ったらレインタイヤになるんだもんね、レースの人たちは。そうだね。だけど降るわけじゃなさそうだよね。まあ、一番降るか降らないかとか、微妙な雨が一番嫌だね。そうだね。今日さ、路面ちょっと濡れてるかもね。そうね。朝一はフリーはダメかもしれないね。朝フリーないと、もういきなり予選でいきなり決勝で。短いね。一瞬だね、なんか。そうだね。緊張しちゃうね。島川くんはこれの後、予定通り全部順当だと、モテギの全日本があって、テイストオブつくばがあるんだよね。そうだね。いいな、俺何も予定ねえよ。いいな。なんか高速の看板に雨マークがついてましたよ、今。はい、友部ジャンクション 500m のとこまで来ました。超綺麗だね。モテギ久々だな。ハイサイドポイント、ハイサイドポイントね。俺モテギさ、コース自体大好きなんだけどさ、まあ大嫌いという人も多いと思う、どっちも等しくいると思うけどさ、細分化していくとさ、得意なコーナーと苦手なコーナーが同じ数だけある気がするな。あ、それでも好きだから好きなんだろうな、多分。本当に意外に。でもそれ右左で分かれない。どうかな。俺は右左関係ないんだったら、俺高速コーナーは好きなんだよね。あ、俺右左ないかな。俺90度好きかな。90度好きでも割かし変態だよね。楽しいよね、あそこ。楽しくない。 S 字と90度、あ、ヒヤヒヤするとこが好きだ、多分。俺ぶっ飛んだら死にそうなところが好き。あ、ゾクゾクするよね。絶対飛べないよねってとこが好き。やっぱ病気だよね。なんかさ、地方線だけど全日本みたいな車がいっぱいいるね。スーフラッシュもテント村だっけ。いや、40番ピット。あ、ピットあるんだ。あ、今日の昼飯はもうこれだな、ホットドッグかなんか。はい、そんなわけでですね、今日1日僕の友達の島川くんのレースを、まあ、手伝いをしに、ここツインリンクモテギにやってきてるんですけども、今ね、この画面のこっち側に見えてるのが、ここが3コーナーから4コーナー、こっちにこうバーッと行ってて、ここ5コーナーになるっていうところなんですけど、今日島川くんですね、大変残念なことにですね、エンジンがお疲れさんしてしまいましてですね、ちょっと残念な結果にはなってしまいましたが、まあ、これからもですね、あの、僕は友達ではあるんですけど、彼が走る姿を楽しみで見ているので、また改めて頑張ってもらおうと思います。で、結局ですね、まあ、そんな手伝いをしながら、どうするよどうするよっていう作戦会議をね、結局一日中話をしてたんだけど、まあ、そんなこともあって、恒例の流れですが、今日も素材がございませんということでですね、ちょっと気を取り直してジャケットの話をしようと思います。昨日アップした動画で、
来週ちょっと仕事の撮影があって、それのために串谷さんから衣装を借りましたっていう話をね動画でしてたんですけど、これ今それをですね試しにちょっと普段着として使ってみてます。これ串谷のクラリティジャケットっていうものなんですけど、まあ、ざっくり言うと防水じゃなくて撥水だから軽い雨は全然大丈夫っていうぐらいで、フードがついてる、まあ、ちょっとアウトドアチックな、なんかそんなにそのスポーティーすぎないデザインで、これの前身前のモデルのアーバンジャケットっていうのを気に入ってきてるんですけど、それの後継モデルでこれクラリティジャケットっていう名前になってまして、今逆光なんで色わかんないんだけど、これオレンジです。で下のメンズのジャケットの中で実はこれだけちょっと珍しくて、僕の記憶が間違ってなければこれ S サイズがあるんですよ。だから女性の方で、女性用のねバイクウェアって正直あんまり種類がないから、そんな中で着やすくて使い勝手が良くてバイク降りた後も街歩けるジャケットが欲しいっていうことであれば、今放送が入るであればこのクラリティジャケットの S サイズ、これ便利なんで、僕もこれねアーバンジャケットまだ持ってるんだけど、買い替えたくて悩んでて一番欲しいカラーが出るのをなんとなく待ってるっていうところですね。で僕今着てるのこれ L サイズなんですけど、ちょっとね身長あの人の体によってはちょっと他のジャケットよりも袖が短めの傾向があって、アーバンジャケットよりかは袖ちょっと長くなるんだけど、僕は短めの印象がありますね。まあ、だけどね普通に普段着として着るときに背中のパッドとか肩とか肘標準でついてくるんだけど、僕は普段着で着るときそれ外しちゃってるのね。で外した分ちょっと袖が降りてきてくれてるんだけど、肩パッドつけたまま肘パッドつけたままだとちょっと袖上がってくるから、もうちょっとそのね袖足りないからね。じゃあ普段着の中でいかがでしょうか。今日の放送が簡単だよね。夕方の時を回ったんですね。2018モテギロードレース選手権シリーズ開幕戦、いよいよ初日最後のレースになります。で今日は気温がちょっと低めで、朝この茂木に着いたのが朝6時半頃だったかな。でスマホでさなんか温度とか調べたらまだ全然1桁前半とか で日中13度ぐらいまで上がったんだけど、日向は暖かいんだけど日陰が超寒くて、でまあ風通さないからなんとか耐えられたんだけど、ちょっと不安で中に冬物のジャケットのダウンジャケットを着てきたから、それでまあサイズ調整をしたってことなんで、まあバランスも丈夫安くて、まあ今日はこのタイムシーンの前の試合を見せたいものがあったんだけど、なかなかそれができなくてですね、今日はお話ししてお話ししてください。